大沼駅は、北海道亀田郡七重町ざ大沼町にある、北海道旅客鉄道函館本線の駅である。駅番号は、H68。電報略号は、おま。かつては急行、ニセコ、特急、北と各一本が停車していたが、現在は普通列車のみ停車する。1976年の大沼駅と、 周約 1km 範囲。下が、函館方面。上は、右が、沢良市泉市壁、森方面。左が、本線大沼公園、森方面。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成当駅の所在する地名より。地名は、アイヌ語の、ポロ島の和訳に由来する。大沼のことである。 旧駅名の群川は、アイヌ語の、イクサップに由来する。私森が住んでいたとのことで、1858年、相馬藩がこの地方を開拓した際に付けられた。単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、計二面三線のホームを有する地上駅。互いのホームは、古戦橋で連絡している。1.2番乗り場の間に抽選があり、 貨物列車の待機線として使われていたが、現在は使用停止となっている。3番乗り場の横にも待避線があり、こちらは森方面への貨物列車の待避に、現在も使用されている。社員配置駅。管理下にある駅は以下の通り。緑の窓口設置駅。駅舎は、島内の東側に位置し、単式ホーム中央部分に接している。 古い木造平屋建ての建物である。駅舎内にトイレを有する。北海道大沼と記載された駅スタンプが設置されている。1993年時点のスタンプには、駒形家と記載されていた。函館方面から普通列車では、隣の大沼公園駅と間違って降車する旅客が見受けられるため、駅構内に、ここは大沼駅です。 大沼公園駅は隣の駅です。という注意書きがある。当駅停車列車では到着前や停車時間中に列車内でその旨の注意放送が流れることがある。お島砂原周りの列車では同駅を経由しない旨の案内放送がされる。駅が開業してからしばらくの1905年より沼の家が製造する元祖大沼団子が駅で販売されてきた。 団子は、串を刺さないものを、みたらしやこしあんとともに、駅弁のような折り詰めに入れたもので、製造当日のみの賞味期限であった。駅での売れ行きが落ちたため、1993年頃に、駅での立ち売りは打ち切られ、以降は、本店でのみの販売となっていた。その後 JR 北海道から車内での販売を、持ちかけられ、隣接する大沼公園駅から、 特急列車に積み込んで、1日30個程度を販売してきた。これも2019年の JR 北海道の車内販売全廃に伴い、打ち切りとなり、大沼団子の鉄道との関わりが途切れることになった。駅からの長望券が峰を望む。ありがとうございます。